くよ。はるかちゃんって彼氏おらへんの？そうなんですわ。そら寂しい青春過ごしてますな。それに比べて僕はすごいね。ほんまですの？僕ね、昔は悪でしてね、ちょい悪ってやつですわ。そうなんですわ。で、高校の頃とかみんなそういうのに憧れるやないですか。せやから僕も結構モテてたんですわ。ほうほう。で、学校の校門とかで、あ、今帰り？なんて偶然よそって寄ってくるんですよ。一緒に行こうなんて言うて。付き合ったんかい？僕もまんざらやないから、お、おーとか言ってついてってな。ええやん。そのまま校舎裏でボコボコですわ。ヤンキーやないか。それだけやあらへんねん。朝学校行ってな、下駄箱こう開けるやろ。なるほど。バッサーって出てくるね。もう読み切れへんくらいのラブレターや。ほうほう。大体の内容は同じやねん。もしよかったら付き合ってください。おお、来たでこれ。しないで。ヤ
暗記やないか。他にもあんねん。初めて見た時からあなたのことばかり考えてます。なるほど。あなたの声、あなたの瞳、あなたの唇、すべて好きです。ついに来たんちゃう。これ俺と付き合ってください。俺は来たで。さすがにその人とは1年で別れましたけどね。付き合ったんかい。そんなこんなで僕今まで彼女できたことないんですわ。そらすごいな。どうもありがとうございました。はるかちゃんって彼氏おらへんの？もうええわ。そら寂しい青春過ごしてますな。それに比べて僕はすごいね。ほんまですの？僕ね、昔は悪でしてね、ちょい悪ってやつですわ。なるほど。で、高校の頃とかみんなそういうのに憧れるやないですか。ほうほう。で、学校の校門とかで、あ、今帰り？なんて偶然よそって寄ってくるんですよ。一緒に行こうなんて言うて。そらすごいな。僕もまんざらやないから、おおーとか言ってついてってな。ええやん。そのまま校舎裏でボコボコですわ。ヤンキーやないか。それだけやあらへんねん。朝学校行ってな、下駄箱こう開けるやろ。おバッサーって出てくるねん。もう読み切れへんくらいのラブレターや。ほうほう。大体の内容は同じやねん。もしよかったら付き合ってください。おお、来たでこれ。しないで。ヤンキーやないか。他にもあんねん。初めて見た時からあなたのことばかり考えてます。俺は来たで。あなたの声、あなたの瞳、あなたの唇、すべて好きです。ついに来たんちゃう。これ俺と付き合ってください。俺って男やん。さすがにその人とは1年で別れましたけどね。付き合ったんかい。そんなこんなで僕今まで彼女できたことないんですわ。もうええわ。どうもありがとうございました。